皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は、紺碧の艦隊、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、最初のステージとして、真珠湾奇襲攻撃を行いました。これに対象して、臨時の予算として2億円今手元にある状態です。皆さんからいろいろアドバイスとかコメントいただいている内容を見ると、まあ、新兵器の開発だったり経済支援の内容ですね。まあ、こういうふうにやった方がいいよとか、これを優先した方がいいよっていうものをいただいているので、そういうものを十分に参考にしながら進めていきたいと思っています。では早速新兵器の開発から行いましょう。おとり魚雷1600万投資しましょう。さらに、音響感知魚雷、これも開発します。どうやら新兵器の開発は、第一ステージクリア後はここまでのようですね。余剰予算として2億円という額なんですけど、当時の国家予算とか国の規模を考えると相当な額だと思うので、これ余らせておくのではなくて、経済投資も行っていきます。東方エルサレム共和国の建国。これコメントいただいた内容によるとですね、どうやら新兵器の開発に大きく関係してくる経済投資になっているようなので、ドドンと1億円投資しましょう。で、中小企業支援に3000万。さらに、アメリカの報道に対するアピール3000万を使います。ご覧のような投資で第2ステージへと向かっていきましょう。Z 旗掲げよ。ハワイ海戦。第2ステージ始まります。作戦指令。高杉機動部隊より第12潜水隊は、ハルゼー提督率いる米軍機動艦隊を攻撃。これを選別せよ。機動艦隊ということは、いわゆる空母。この艦隊だと思います。本作戦において陸上施設は一切無視できる状況ということなので、ハルゼー率いるアメリカ軍空母機動部隊。これの選別が、この第2ステージの目標になるようです。続いて新兵器、先ほど開発したものの報告を受けていきたいと思います。踊り魚雷、敵駆逐艦を3ターンの間引きつけておける。これ大きいですね。続いて、音響感知魚雷、命中率、射程、攻撃力ともにアップ。これも大きいと思います。レーダー連動砲、これは対空攻撃の命中率が 20% アップ。敵の新兵器の報告はないということですね。では早速ステージの方に入ってきました。敵主力艦隊及び空母艦隊の位置が判明。これを撃滅していきましょう。目標は空母エンタープライズということですね。では、まずはマップ確認しておきましょう。ぐーっと動かしていきます。ここにまず、敵の潜水隊がいますね。新 S 型潜水艦。魚雷の射程が4というのは覚えておきましょう。できればこれも先制攻撃で撃沈したいですね。続いて、飛行艇。これは、機銃、爆雷ぐらいしか持っていないので、潜水艦はね、この飛行艇に注意が必要ですが、空母や戦艦、これらに関してはこの飛行艇は無視して良さそうですね。そしてここに空母がいる。空母エンタープライズ。耐久力が265。艦載機がご覧のような編成ですね。戦闘機、艦爆、艦攻と用意されています。こちらにも空母がいる。プリンストンか。インディペンデンス級の軽空母ですね。艦載機の編成は3編成になっています。戦闘機、艦爆、艦攻というふうに配置されています。その他、水雷隊。これは駆逐艦ですね。ここは、
10巡洋艦。そして後方には輸送船団と、さらに水雷船隊がいるという状態です。この水雷船隊が接近される前に撃沈したいなっていうところですかね。ここにも潜水艦がいますね。そしてここには味方の第12潜水隊。マップ的にはご覧のような状況になっています。ここにも敵の飛行艇がいますね。これも無視して良さそうなので。では、全力で敵の空母、これを仕留めにかかりたいと思います。味方の方の配置を見ていきましょう。高杉艦隊なので前回と変更はないのかなと思います。赤城加賀。そして、こちらが、蒼龍飛龍。昇格追格という編成ですね。戦艦や駆逐艦の船体も同じような編成になっていると思いますので。では、敵の空母とその艦載機の移動距離を鑑みながらですね、徐々に進行していきましょう。では空母の方ですが、ご覧のように空母を3つ横に並べて、冷戦と駆逐艦、戦艦で陣形を組んでいます。敵との距離感がこれくらいですね。なのでまだまだ臨戦態勢に入るには早いという状況です。一方潜水艦の方なんですが、これはですね、敵の潜水艦にいきなりですが攻撃を仕掛けましょう。潜望鏡の深度まで潜水をして、そのまま魚雷で敵の潜水艦に攻撃を仕掛けていきます。これで完全撃沈まで持っていければ一番いいですが、まあ無理な場合にもですね、第2波、第3波と攻撃を仕掛けて撃沈を図っていきたいと思います。では、ここから本格的に開戦です。ちょい残しですね。では、これでターンを進めます。敵の動きを見ると、エンタープライズが後方に下がって、ブリンストンはこちらの潜水艦隊の方にやってきそうです。そして、駆逐艦、まあ、いわゆる水雷船隊と呼ばれるものと、従順がこちらに向かってきているので、格好撃破していけそうですね。格好撃破を目論んでいきましょう。では、忘れないうちに先に、この邪魔臭い潜水艦を仕留めてしまいます。魚雷の残弾が少なくなってきてるので、2番艦、3番艦は防御して魚雷を節約します。これで敵の潜水艦隊をまずは撃破していますね。では、こっからですね、敵との距離感を測りつつ、しっかりと陣形を組んで進んでいきましょう。では、敵の魚雷、射程圏内に入る前に、こちらから攻撃を仕掛けていきます。酸素魚雷をお見舞いしていきましょう。次のターンで敵の反撃を、受けるとは思いますので、ここも魚雷攻撃で先制攻撃を当ててできるだけ数を減らしておきたいかなと思います。敵の潜水艦を撃沈です。ここまでは目論見通り来てますね。では、敵のターンに委ねます。
エンタープライズが進んできたな。後方に下がって、出てこないのかと思ってましたけど、ここに来て敵のエンタープライズが前進してきましたね。これは意外だったな。すでにエンタープライズ、プリンストンともに全艦発艦している状態なので、ここからは敵の戦闘機のドッグファイト、あるいは敵の艦爆艦攻、これの攻撃を受ける可能性があるので、まずは敵の艦攻艦爆、これ先に撃墜していきたいと思います。すでに我々の方は冷戦、まあ、ゼロ戦は発艦済みなので、まあ、ゼロ戦をうまく使いながらですね、敵に攻撃をされる前に倒していくっていうね、そういう戦い方にしていければいいかなと思いますね。こちらがエンタープライズの艦載機、艦上攻撃機、デバステイター TBD-1 です。移動が4。これは覚えておきましょう。航空魚雷。あとは、1000ポンドの爆弾積んでますが、今回は1000ポンドの爆弾ですね。魚雷ではなく爆弾だ。それ残弾1っていうのを覚えておきます。続いて、艦爆も確認します。移動力5になってますね。SB2A バッカニアです。これも1000ポンドの爆弾です。移動力が5というので、先ほどの TBD-1 よりも1移動力が大きい、多いっていうのは覚えておきましょう。続いて、艦上の戦闘機 F2A。これも移動力5です。これ戦闘機なので、冷戦で迎撃に当たる形になるかなと思います。移動力が5なので、一番近いモードで行くと、1、2、3、4、5、ここまで来るっていうことですね。なので、もうちょっと前進しておいても良さそうかな。ただこれ以上前進すると、今度敵のハルゼ艦隊から前進してきている水雷戦隊が出てくるので、これ、魚雷が4か、移動力3で魚雷が4。って考えると、もう射程に入っちゃいますね。これはちょっと嫌だな。となるとですね、ここは、まあ、あまり無理はしたくない局面でもあるので、やっぱり先制攻撃で仕留めたいという思いもあることから、ちょっと一旦空母を下げて、で、艦攻艦爆、全部出撃させちゃいましょう。で、敵は爆弾を積んでますが、こちらは魚雷を積みます。で、敵がね、全力前進してきてくれれば、十分に射程圏内に収められるかな、というふうに思いますね。敵の水雷戦隊が、艦砲射撃、従順ですね。従順が艦砲射撃撃ってきましたね。まあ、それなりに損害は出てしまったので、後方に下げましょう。本当だったら魚雷の一発でもお見舞いしたかったところなんですけどね。ちょっと距離感の目測が甘かったかなっていうのが反省点かなと思います。では、冷戦で攻撃をしていきます。20ミリの機銃で、プリンストンの敵航空隊、これに攻撃を仕掛けます。できれば、接近される前に、すべて撃ち落としたい、撃墜したいですからね。被害が、少しは出てしまう可能性があるかなと思うので、まあ、あとは被害をどれだけ抑えられるかですかね。
戦闘機同士のドッグファイトはあまり望んではいないので、まあ、しっかりここで、スタックできないというこのゲームの特性を生かしてですね、冷戦で壁を作っちゃいましょう。これ以上中には、まあ、侵入させないよっていう壁ですね。冷戦による壁を作っちゃいます。で、戦艦で敵の従順を仕留めましょう。まあ、ちょい残しになってしまったので、これを仕留めるかどうかっていうのが、まあ、一つポイントになりそうなんですが、まあ、射程を考えると仕留め切るのは難しそうなので、まあ、ここで待機ということになりそうですね。では、残っている部隊も全機発艦していきます。思わぬ反撃を受けたな。ながらが撃沈されてしまいましたね。14艦隊。これ、あんまり良くない状況だな。冷戦を出してしっかりガードしましょう。炭鉱艦爆隊なんですけども、次のターンで、敵の空母エンタープライズに攻撃が仕掛けられるように、できるだけ前進しておきます。で、と同時にですね、敵の戦闘機の迎撃を受けないような、まあ、本当に微妙な位置取り、ナイスな位置取りっていうので、ね、考えておきましょう。巡洋艦ながらを失っているので、これ以上の損害は受けたくないなっていう思いがあるので、まあ注意をしていきたいんですが、傷ついた巡洋船体で攻撃を仕掛けてきましたね、敵は。巡洋船体。これが撃破されてしまいました。まあ、かなり損害が出てしまいましたね。続いて戦艦部隊が敵の水雷船体の接近を許して攻撃を受けてます。これも戦艦がやられると相当な痛手になるので、後ろに下げざるを得ないかな。ただでさえ巡洋船体がもうやられてますからね、こちらはね。ここも艦船同時の戦いですけども、傷ついた船体に攻撃を受けてダメージが出て撃破されてます。赤城の航空隊が撃破されてます。レンドみたいなものは用意されてはなさそうなので、すごくもったいないかというとそういうわけではないとは思うんですけどね。ここも総竜の傷ついた冷戦の航空隊、艦船が狙われて撃破されてます。では、まずは戦艦の部隊ですけども、これはもう、移動すらできなくなってる。ちょっと状態見ます。操舵不能になってますね。ということは、ここにこれ以上とどまっているだけで、やられてしまうリスクが増大しているということだと思うので、まあ、これ以上損害が出ないように、
気をつけなきゃいけないですね。戦艦は操舵不能とはいえですね、砲台としては使えるので、敵の射程外から攻撃戦で、まずは水雷戦隊、一つ仕留めてます。あと残っている怖いのが、ここにいるエンタープライズの観光ぐらいかな。ここにいるのは艦爆。ここにいるのは艦船。まあ、艦船はこの際放っておいてもいいと思うので、先に艦光と艦爆ですね。あとはプリンストンの護衛についているこちらの艦光ですね。では、まずはこちらにいる敵の艦光艦爆、これから仕留めてきます。戦艦が撃沈されるという事態だけは絶対に避けたいので、敵の艦光艦爆を近づけないようにします。これで当面の危機は去りましたかね。では残っている敵の、これ。脅威となりうる。炭鉱を撃破しておきます。これで敵空母艦載機の艦攻艦爆は、全滅させたと思うので、残っている敵の空母と、あとまあちょっと怖いこの水雷戦隊ですね。これを撃破して回ります。では敵の空母に攻撃仕掛けていきます。まずは敵の軽空母。プリンストンに急降下仕掛けていきましょう。撃沈ですね。では残っているエンタープライズ、これにも攻撃を仕掛けていきます。できれば後ろから入っていく方がいいかな。エンタープライズ、撃沈です。味方にも損害が出ましたが、無事に、ハルゼ率いる、アメリカ軍、機動部隊の撃滅完了です。巡洋艦がね、沈められてしまったのが痛いですね。1億超えか。収入に対して支出が、まあ、8480万ですね。やり直ししてもいいかなって思える損害量ですが、このまま進めていきましょう。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。